皆さん、こんにちは。怪獣さつき .com へようこそ。私は怪獣さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日はこちらですね、本居宣長展に行ってまいりました。で、本居宣長展と言いますと、普段は三重県松阪市にございます本居宣長記念館の方で、年間を通じてされているわけでございますが、今回はこの通り、三重県立美術館の方で企画展としてされておりました。で、今日はですね、この本居宣長記念館の館長がいらっしゃいます吉田館長がですね、記念講演会ということで、宣長スタイルというお話をされたので、そちらに行ってきたわけです。で、全然別の機会にですね、吉田館長がなぜこの美術館で宣長展をするかというお話をされていた、それが印象的だったんですけれども、記念館の方でするときはですね、例えば宣長さんの書いた日記であるとか、お手紙のようなものは文献でございますので、資料、歴史的な資料として展示しているわけです。ですから、コンテンツが大事なわけですよね。なんですけども、こちらは美術館でするので、そういうことではなくて、単純に美しいとか、そういうことで、やっぱりアーティスティックな側面から宣長さんのものを見ようということで展示をされておりましたので、ちょっと普段と違った思考でございました。例えばですね、宣長さんの自画像で有名なこれございますよね。で、これ実は宣長さん何回か下書きをしてですね、で、完成に至ってるわけですが、そういった残ってるものが全部ね、並べられていたりしてですね、注意してみないと全部一緒じゃないみたいな感じなんですけども、ちょっとここの花瓶の色が違ったりとかですね、あと宣長さんの視線が違うとかっていうことで、これね、今この完成版ではこの目はちょっと上目遣いでこの桜を見ているので、桜見てるんだなっていうのは分かるわけなんですけども、最初の下書きの時はもっとこう下目を見てるので、桜を見ているのか、ぼーっとの物思いに沈んでよくわからないみたいな感じなんですって。で、そういうなんか微調整がね、されて、青春に至っているということでございました。で、ついでなので、このね、お話すごく興味深かったんですけど、これ桜って、これ山桜なんですけど、普通こう生えてるものを見るじゃないですか。で、桜のお花見そうなんですけど、すぐに散っちゃいますよね。で、なので、なるべく知らない状態で長く見たいというのは、昔の人も思ったわけですよ。なので、これね、実際そうしたかどうかは別として、これ亀に桜刺してますよね。と、この亀っていうのがポイントで、鶴亀の亀にかけてるんだそうです、言葉遊びで。なので、こうやって亀に桜を刺すということは、長く散らないで咲いていておくれというね、そういう気持ちなんですよ。で、さらにさらにそこをね、深読みするとですね、こういうのっていうのは、お手紙なんかでこうお互いやり取りするときにこの絵を描いたりするわけですけども、この桜のすぐ散ってしまう花びらっていうのは、その自分がお手紙を書く相手の気持ちなんだそうです。で、あなたの気持ちは散っていく桜の花のように儚いよねと。でも私はあなたの気持ちをつなぎ止めておきたいので亀に刺しましたよと。だけど、これよくよく見るとですね、もう散り始めて、花びらが床に散らばってるんですね。で、私はそこまでしたけれども、やっぱりあなたは心変わりしたんですね、儚いですね、物の哀れみたいな、そういうね、深い絵なんだそうでございます。すごいですね。で、あとですね、これね、何気に書いてあるんですけど、ここね、宣長さんは和歌を書くときにすごく短冊を好んだんだそうですね。なので、その短冊で、その下に色紙で、その下に懐紙っていうのがあって、和歌を書くときの紙で、宣長さんのお気に入りの順番にこう束ねられていると。で、この机の上とか、ここに本がありますが、これはですね、適当に書いたわけじゃなくて、宣長さんっていうのはすごく自分の書物をブランド化することに気を使っていた方でありまして、宣長さんの出すご本というのはですね、全部この藍色の表紙なんだそうです。なので、これはご自分の著書ということですよね。で、
しかもですね、こう、机の上にその本が開いてありますよね。で、これ、表紙が多いので、ご自分の本だと。ということなので、これはこの桜の花を見ながら、今、歌を考えているところなんだけれども、その時に自分の過去の和歌を参照して、リファレンスですよね。して、どんなの書いたのかなっていうのを見ながらですね、新しい歌を考えるというですね、そういうたった一枚の絵でございますが、深い絵だということですね。吉田館長の声が聞くと聞けるというね、もう本当にもう、素晴らしい講演会でございました。はい。で、他にもいろいろ面白い話があったんですけれども、この「宣長スタイル」というタイトルでされたというのはですね、最近吉田館長は宣長さんの、お仕事のスタイルですよね。それを現代の私たちの、ビジネス、私たちが仕事するときに、すごく、参考になるんだということでですね、お話しされることが多いわけです。はい。で、まず、宣長さんの特徴といえば、何といっても、すごい記録をされるということですよね。で、今日も冒頭からお話になってましたが、宣長さんが日記を書き出したのは13歳の時で、一番最初に書いたページがですね、自分が生まれた日のことから始まってるわけです。なので、もちろん生まれた時に日記を書けないんだけれども、13歳の時にです、すでにですね、もう自分が生まれた時の記録からを残すんだと。つまりその日記っていうのはですね、後から検索したりとかね、できるそういう記録だということで、常に宣長さんは何となく書いていたのではなく、後に残して検索しやすいようにということで、これ常にこれ編集ですよね。自分の出来事なんかを編集して、いろんなノートに書き分けたりとかですね、そういうことをしていたと。で、本当に何でも書き留める人で、お医者さんもされてましたので、そのこととか、あとお弟子さんとったらお弟子さんどういう人が来たかとか、あといろいろいただき物があると、どこの誰からどういういただき物をしたかとかですね、全部記録に残ってるわけですよね。で、それも全部ただ書くことが目的ではなく、例えばそのどなたから何をいただいたっていうのを書いておくとですね、次お会いした時に、例えばそのお礼言うとか私言うとかっていうのができますし、例えばどこどこに旅行したみたいな話があると、全部それを書いておけば旅行記になって、次行く時にもうそれが参考になると。実際ですね、宣長さんのね、吉野に行った時の日記っていうのは、江戸時代のベストセラーの、旅行のガイドブックになってますよね。ということです。はい。で、宣長さんの文章もですね、非常にこうリズムがあってテンポが良いと。で、館長がおっしゃっていたのは、宣長さんはすごく講釈、お話が上手だった人なんですけども、文章もそうで、音読して耳から聞くものであるというふうに言われてますよね。で、リズムがいい、テンポがいい。で、すごく、なんていうんですかね、記録が、これインデックスですね。インデックスでちょっと分類されていて、検索がしやすいとかっていうことは、全部何やさスタイルだと。ね、著書もたくさんありますけども、表紙はこの色でいくんだって決まったらずっとそれでいくと。で、すべてのことに対して宣長さんはこだわりがあるわけです、スタイル。で、スタイルがあるということはですね、つまらないことで悩む必要がないので、人生でたくさんのことができる。例えば、鈴の家にいる時に着る服は、あれですよね、この手が隠れてるこの袖のこのお洋服ですよね。これを着ている時は歌を考える宣長さんだと。で、薬箱、有名なね、薬箱ありますよね。あれをちょたび持つと、もうお医者さんになるんだ、みたいな感じでね。小道具とかお洋服とか、そういうのね、もうしっかりと自分をシーンごとに分けて、ごっちゃにならないようにしてるっていうのがあるっていうので、それは非常に仕事の効率アップ。で、効率アップっていうのは、無駄を省くということもありますが、何人分もの人生が送れるということなので、非常に重要なことだということで、特に現代に忙しい私たちにね、とっては非常に参考になることだということですよね。で、宣長さんっていうのは、すごいたくさんお弟子さんを取ったりとかされてましたけれども、とにかく学問もですね、ブランド化、
して自分の本なんかも商品化することをもう最初から考えていた人で、つまり本っていうのは何か言いたいことがあって読んでほしいことがあるから書いてるわけですよね。で、読んでほしい人が今じゃなくて、例えば10年後とか20年後とか、あるいは100年後とか500年後にどういるかわからないと。で、そういう人に手に取ってもらえるためにはですね、たくさん売れた方がいいわけですよ。で、本は売れれば売れる方ど良い。たくさんの人に普及する方が良い。ということで、最初からですね、そういうことを考えていたと。あと、人と接しているときにですね、本当に宣長さんは教育者であったので、例えば何か質問されますよね。で、丁寧にお手紙とかで回答してあげますよね。で、普通そこで終わりなんですよ。ところが宣長さんはそうじゃなくて、しばらくしてから、どう？その後、勉強の調子どう？とか、分かりましたか？みたいな、こう確認のお手紙、確認のメールですよね、送るわけですよ。そうすると、お弟子さんの方も、みたいな、なんか回答もらったけど、まあいいや、みたいに、ベッド置いてあるっていうのをまだ読んで、感想を書いたりとかしなきゃいけないので、野村さんの弟子になるってもなかなか大変だったんじゃないか、みたいなお話なんですけども、それは非常によくわかりますね。特徴ね、教育者っていうのはね、嫌われてもいいからね、おせっかいする、べきだと、常々思ってるわけですが、宣長さんはそうであったと。で、ただ、そういう、しつこさっていうんですか、人間関係も大事だけど、それ以上に真実に対する探求心が上位に来るわけなので、宣長さん、運命の、人やっていうので、賀茂真淵と出会いがあって、真淵先生の、弟子入りしたという有名な話ですけども、実は真淵先生に破門されてるわけですよね。つまり賀茂真淵先生の説がちょっとおかしいんじゃないかっていうことでね、皆さん思ったので、批判したっていうか、先生違ってんじゃございませんかみたいなことを言って、賀茂真淵が激怒してですね、お前何言うとんねんみたいな、もう破門やねんみたいなこと書かれて、その書簡も今この美術館にあって、吉田館長がですね、よく見てください、筆跡がですね、非常に怒っているからとかって言われてですね、で、それが分かるようにわざわざ、賀茂真淵さんっていうのは女性のお弟子さんすごく多かったらしいんですけど、何なんでしょうかね。で、その女のお弟子さんに対して書いた書簡も展示してあって、ぜひ比較しろと言われたので、比較しましたら、達筆すぎて読めないんですけれども、確かに女性の方に書いたのは、ちょっとなんか無理がうねった感じで、ちょっとなんかこう柔らかい感じで、のりおさんに書いたやつはなんかカクカクってなっていて、怒ってんのかなって感じがしましたね。いいですよね。自分の人生を決めた師匠と真っ向を喧嘩するって。で、その後ですね、宣長さんは別にその怒らせるつもりで、師匠の説に異を唱えたわけではないので、すぐにですね、ごめんなさいのお手紙を書いています。で、それも展示してございます。で、ごめんなさいっていう、怒らせたことに対してごめんなさいしてるんだけども、自分の説は曲げなかったそうで、さすが我らが宣長さんという感じでございますが、ということで、三重県立美術館の、元宣長展ですね。前期後期で展示が入れ替わるそうで、ちょうど今が前期の展示の終わりで、来週からは新しい展示が始まるそうですので、またぜひ行ってください。本当に面白いものがいっぱいありますということでした。ただですね、私はですね、やっぱりどっちかちょっとコンテンツ、から入る人ですので、なんというか、その美術館でですね、あと、というふうに言われてもですね、あまり、私個人的にはですね、だから、といってそう感動するとかいうことはございませんでした。やっぱり、どういう内容を書いてるのかとか、例えばその賀茂真淵と喧嘩してるとかですね、そういうことはすごい、面白いとか思うんですけども、そういうことですね。好き好きかなと思いました。ということで、たくさんね、会場にいらっしゃる方も、もともと記念館にしょっちゅういらっしゃって、宣長さんに詳しいお客さん多かったみたいで、見てる方もですね、普段記念館で見るのと、ここで見るとなんか感じが違うねみたいな感想を言われていたので、吉田館長の狙いは見事に当たったということなんじゃないでしょうか。ということで、元宣長展、ただいま。
三重県立美術館で行われております。11月26日までです。はい、非常にね、なかなか興味深いものがございますので、こういうのにご興味おありの方は行かれたらいかがでしょうか。そして、なんといってもですね、見るだけじゃなくて、やはり吉田館長のですね、お話があってこそだと思いますので、これからもそういう機会はあると思いますので、ぜひそういう時に行かれてですね、館長直々の解説を聞かれると、もう100倍1000倍楽しめると思いますので、ご紹介しておきます。以上、解説させていただきます。 See you next time. Bye.